じゃあもう花屋のメンバー入ってきてください。どうぞ。あー、えらいもん見た、えらいもん見た。みんなー、すぎちゃうか。どうぞ、おかげみんな、もう見せづらいか。こんな時にでも祭りはやるんだな。トランピオンさんもやらないわけにはいかない。もう服を見に行かはりました。綺麗にしてやる。ああ、そうか、出してきたね。もう今日に行ってみずに、こんなとこはこぼれなく踊ってくださいありませんよ。やろやったら、そこにはありますよ。おい、ここよりも小さい。大丈夫か。ここよりも小さいんですけどね。あの昔話の本人形を祭りして飾っててめっちゃ面白いんですよ。あれが、花のすっぽ山です。そうそう、ね、さっきとは知らんの。好きなお姫様に頑張れ頑張れ。御所の帝の上通ってきてって言われたお侍さんが役人に追いかけられながら通ってくるって話のお人形や。よく頑張った。帝の上と空を我らも大胆素敵だな。しかないよ、しかない。でもそれで恋を見習わせたいんだね。好きな人のためやったら何でもできるんやね。病か何か。まあ。おかみ。これ流砂風なのかな。この人が。おかみどうした。直射してあげてくれ。頑張って着替えたんだ、あの尺内中で。なんかこの気も、なんか思った以上になんかあのブティックで売ってそうな感じがする。でこの人がな、様子を見てきてくれるそうだ。おい。これでちょっと気づくよ、おか。